皆さんこんにちは、アリスです。今日はちょっと本編に入る前にお礼と告知をさせてください。皆様、島村コラボアイテムたくさん買ってくれてありがとうございました。島村コラボアイテム、オンラインも店舗もすっごくよく売れたみたいで、本当に本当に感謝の気持ちでいっぱいです。でですね、告知です。皆さんがたくさん島村さんに要望を出してくれたおかげで、なんと再販が決定しました。嬉しい、めっちゃ嬉しい。いや、本当に買えなかった人申し訳ないんですけど、再販があるのでぜひ買ってください。再販の期間こちらです。告知終わりましたので、今日の動画の本編、アリスのお部屋始まるよ。プチプラの服可愛くアレンジしてみたを始めようと思います。今回アレンジする服はこの私がコラボアイテムで出した服です。全然アレンジ OK なので、皆さん自分でアレンジして楽しんでいただけると嬉しいです。そのまま着ていただいても本当に超嬉しいんですけど、アレンジしていただいても OK です。ではまず今回とりあえずここビジューつけたいですよね。あと後ろレース、うさ耳にレースつけようかなと思ってます。あとはスカート、ここのね裾の部分にレースつけるのも可愛いかなと思っているので、白か黒のレースかはちょっと迷いどころですね。とかまあなんかつけられるものをつけていきます。ではまずビジューをつけていこうと思います。私結構手芸が大好きで、ビジューとかいっぱい持ってるんですよね。丸も可愛いですね。ハートも可愛い。でもちょっとちっちゃいかな、ハート。あ、なんかこれめっちゃいい感じですね。大きさがいい感じ。で、なんかパールのチャームみたいなのがついてるやつ、めっちゃ可愛くないですか？ちょっと大きさはなかったけど。今回はこれつけていこうと思います。めっちゃボケてますね。すいません。じゃあつけていきます。でリボンのね、なんかこう真ん中の部分大きかったから、ちょっと縫おうかなと思って縫ってみたんですけど、やっぱこれ上でこれ縫ってるんですけど、下の方で縫った方がいいかもしれないです。ちょっと縫い目見えちゃってかっこ悪かったかな。で、私めんどくさがり屋だから白でやってるんですけど、もうちょっと見えないように縫えばやっぱ良かったですね。みんなは見えないように頑張ってください。あ、てかやんなくてもいいかも。で、早速ビジュー縫い付けていきます。で、なんかこのビジューは穴開いてる部分があって、そこの部分にこう糸通して縫い付けていこうかなって感じです。まあいろんなやり方あると思うんで、調べてください。私のやり方は適当です。あ、有識者の方いましたらコメント欄でいいやり方お待ちしております。はい、つけたらこんな感じです。めっちゃ可愛くなりましたね。可愛い、めっちゃ高見えする。やっぱビジューって最強ですね。リボンにもなんかレースつけようかなとか思って当ててみたんですけど、結局つけなかったです。いや、つけてもね全然可愛いと思うんだけど、ちょっと今回めんどくさいが勝っちゃった。はい、それではうさ耳にレースをつけていきます。なんかこんな感じのねレースを縫い付けていきます。で、裏からね今回は縫い付けていこうと思います。で、最初ねなんか手縫いでやろうかなと思ったんですけど、だるすぎてギブアップでした。普通待ち針でやるかもしれないんですけど、私は手縫いでまず仮止めして、そっからミシンで縫っていくことにしました。ちなみにこのレースは日暮里の線以外で多分1メートル200円いかないぐらいで買いました。さっきのビジューはタオバオかな。でもタオバオでも一つやっぱ100円以上したと思うよ。うん、まあなんかタオバオとか普通使えないと思うんで、メルカリで探すといいと思います。たまに安く出してる人いるんですよね。湯沢屋とかよりも安いと思うので、ぜひ探してみてください。はい、こんな感じで仮止めできました。やっぱレースがつくとねめちゃくちゃ可愛いですね。うん、超可愛い。比べると全然違う。で、仮止め終わったらミシンで適当に縫っていきます。で、今回ね黒色使ってるので、まあ表から見てもそんな見えないでしょうってことで適当で、はい、2つ透けるとこんな感じになりました。もう適当でもねそんな目立たないですね。うん、やっぱ可愛いですね。で、ここであと何つけようかなと思った時に、100均で買ったリボンが余ってたのでちょっと置いてみたんですけど、なんかやっぱアイボリー混じってるとちょっと微妙だったので、自分でリボン作ることにしました。
ちょうど家にオフホワイトのあったので作っていきます。これは湯沢屋で買いました。なんか湯沢屋って細いリボン安くないですか。でちょうどいい大きさを探して切って適当に作っていきます。で今回リボン重ねようと思ったので1個ね作ったらもうちょっと短くしてもう1個同じようにこのリボンの元となるものを作ります。で準備できたら両面テープ用意します。でさっき作ったリボンに両面テープを貼ってこう輪っかみたいな感じで作っていきます。で1回折ってもらって真ん中に両面テープ貼って端止める感じですね。でこれを同じようにもう1個の短い方もやって2つ作っていきます。まあでもリボンの作り方もねいろいろあるんで多分リボン作り方とか検索すればもっと分かりやすい動画出てくるんでそっち参考にしてください。はい、リボンみたいな感じになってきましたね。で私は両面テープ貼って上と下留めました。はい、そしたら糸で巻いてリボンキュッてしていきます。伝わるかな、語彙力。糸ね何回か巻いた後キュッて引っ張ってください。はい、ちゃんとリボンみたいな形になりましたね。そしたらリボンの残りのパーツ作っていきます。これはもう本当に純粋に重ねてまた糸でくるくる留めるだけです。まあみんなお好みの長さでお願いします。いやもう本当糸くるくる考えた人天才って思いながら毎回リボン作ってます。あ、結構形になってきましたね。置いたら可愛いです。どこにつけよう。でなんか真ん中のとこも汚いのでリボン重ねます。そしたらみんながいつも見る感じのリボンになるんじゃないかな。私は縫って閉じちゃったんですけど全然グルーガンで閉じてもいいと思います。私ももうちょっと大きいリボンの時はグルーガンでいつも閉じるかな。好きにしてください。リボンの端処理気になってる方すごいいると思うんですけどライターで炙ると綺麗になります。でリボン縫い付けていきます。超適当です。もう取れなければいいと思ってます。はい、両方つけてみました。やっぱリボンあるといい感じですね。はい、完成。やっぱアレンジって強いですね。安く可愛い服が手に入るし裁縫スキルも上がって一石二鳥です。まあ多少ね失敗してもねそんな人の服ジロジロ見る人いないんで大丈夫だと思います。はい、着てみたらこんな感じです。今回の動画どうだったでしょうか。もっとこうした方が可愛いんじゃないとかアイデアがあればコメント欄でお待ちしてます。みんなもねコメント欄読むと何かいいアイデアが見つかるかもしれないのでぜひ読んでください。この動画がいいと思ったらグッドボタンチャンネル登録よろしくお願いします。次はねグレールの動画でも作ろうかな。じゃあみんなまたね。